ゆうた、ゆまけが、はい、アメリカのメタボーズさん、大体こめかみにメガネ食い込んでるヤマト、タメタです。今日はいい、今日はトベイー、ついにこの日が来てしまいました。ヤマトヒューガ、通称極悪コンビ、明日より LA に飛び立ちます。いってらっしゃい。やばいな、ちょっと不安もあるよね。いや俺はやっぱさ、多分、うん、全然違うよお前と気持ち。まあそうか、全くわからない言語の国に飛び込むってことだもん、ね、そう、ものすごいストレスなの俺にとって。あの前回1週間行った時も楽しいんだけど、うん、前回はさ日本人いっぱいで行ったよ。うん、そうだね。基本的に十何人と日本語を喋り合えるわけよ、うん、やっぱストレス少ないわけよ、うん、で今回ヤマトを取るだけでしょ、うん、としか日本語喋れなくて。そうだね。それ以外に何千人とすれ違ったり見るわけやん、うん、けどその人たち一人とも話せないわけ俺は。そうだね。コミュニケーション取れる人間が2人っていう4日間ぐらい、なかなかのストレスだよね。結構きついね。でもこれを俺ヒューガに教えてもらったのが1個エピソードとしてあって、みんなで韓国行ったじゃん、うん、で韓国ってさ標識が全部さハングル文字じゃん。どこがどこか分かんねえよみたいな話題になったじゃん。でヒューガがその時に「いや俺からしたらアメリカこれね」って言われた時に「うわすげえストレスだ」ってなったの。あ、だからずっと韓国語をさで喋りかけられてるもんよ。だよね、そういうことだよね。まあ一応義務教育に英語があるっていうのはあるね。やったかなあ。ったあった。まあそんなストレスを抱えつつもアメリカに行かなきゃいけないんですよ。イミグレ韓国語でされてみ、あの厳しさで。あ、そういうことも。どんな気持ちお前。いやもうやばいっしょ。いや恐怖でしかないね。それめちゃめちゃ怖いさ、韓国の大きい人がめちゃめちゃ韓国語で「お前どこに持ってたの?」お前何日間いるんだって答えられなかった、韓国語喋って答えられなかったらお前通れないみたいな、されるの。それは結構ストレスエグいわ。やばいっしょこの緊張感。けど義務教育であるからあ一応あったからね。そういうことにならないように一応義務教育に英語って入ってると思うんですけど。だっけなー。で、まあ、この動画が出てる頃には多分俺とヒューガーも帰ってきてるのかな。え、でこの動画のオープニングが終わって俺が LA にいた場合、その何もわからないイミグレを突破してるってこと。そうそうそう。いや、わかんない。この動画出てる頃にはヒューガーがイケてるかイケてないかも分かってるかもしれないけど、そうだよ、ね、うん、もしかしたらそのヤンみたいに強制送還の可能性もあるから。マジで十分にあるんだよねこれが。もうちょっとそんな不安はあるんですけれども、まあ、なんと今回素晴らしきことにですね、うん、ヤマとヒューガが LA で行われるベルサーチェのショーにご招待いただきましたということで、うん、それをまあ2人で見に行くっていう。モデルさんがバーって歩くのをこう見てる人で。そうそうそう、うん、この間菅田将暉さんとか小松菜奈さんが言ってたやつ。そう、あれはシャネルのショーだよね。のベルサーチェ版にこの夫が2人行くってことです。そう、すごいよ。日本人から4人、はい、男は俺ら2人。ベルサーチェはめちゃめちゃそのいろんなハリウッドセレブとかも来るらしいから。じゃあグッチにはエーサップロッキーが行ってますから。やばいね、うん、だからハニーたぶん、ハニーちゃんもそうです。だからやっぱそのミチちゃんがさ、うん、そのハニーちゃんと話したりしてたわけや。あれってやっぱ喋れるからできることで、ミサ渡辺の場合、そう、目の前にめちゃめちゃハリウッドスターとか来て喋れる環境になった時でも出ない可能性があるってことだよね。いやもうおおえ、なんていうの英語で、なんで喋るとしたら。ブラッピーが俺一番好きやから、うん、ブラッピーが来ました、うん、でブラッピーとヤマトが話してます、うん、で俺も話したい、うん、だったら I love you しか知らないから、ね、愛情の伝え方、愛の告白だね。分かんない。いやまだ嬉しいと思うけど、ね、それしか本当分かんないから。いやそれだけ持ってっとけば大丈夫だと思う。ぶっちゃけ日本人でも全然英語できない人もそういうショーとか見に行ってなんとかうまくやってるから結構やばいよね、うん、だから菅田将暉さんがさ「ナイスティミッチ」みたいな感じでめちゃめちゃ発音よくさ、うん、こうやってみたいなやってたよ。やってた。うん、すごいみたいな。すごいね。英語しゃべれんだと思って「This is my husband」って言ってたから。言わないで、ね、This is my husband って俺に。なんていうの奥さん。僕の。あ、小松菜奈さんが、そう、This is my husband。これは私の夫なんですっていうふうに言ってたんだけど。それヒューが言うと、おかまちゃんになっちゃう。なるほどね。そうそうそう。まあ、本日は3月の9日ということで、うん、なんと明日ですね。僕たちが実際に LA に飛び立つ日ということで、早速企画の方を発表させていただきたいと思います。うん、ということで、本日の企画、ヤマヒューが海外のお仕事密着ロケ。いやー、イミグレまでにならないでほしいな。いや、ほんとそうだ。俺の映像がイミグレで途絶えるみたいな。ほんとに悲しいですね。それは悲しいよ。まあ、それこそね、あの、一回一緒にベルサーチェの仕事をさせてもらった時に、まあ、良かったということで、今回いただいてるお仕事でもあるので、そこは無事にね、その難関を突破して、二人で無事に LA に入って、で、実際その、
海外のショーとかって行ったことないよ、メンバー誰も。だから実際そのショーの中でも回していいっていう撮影許可もらってるんで、どんな感じでこうショーに入るのかとか、まあ、あとはちょっとそのオフの様子なんかも回させてもらったりとかして、2人で仕事をやり遂げるっていうのを、まあ、一本の動画にしようかなっていう。それこそそのショーに参加した人たちが一緒の円卓みたいなところになってる。その円卓には他のその海外の方とかもいらっしゃいますから。ガチ？ガチって。マジで？そう。一緒ご飯食べる。どんでしょ。で、わかんないけど。喋りてー！喋りたいよね。うわー！一夜漬けだー！一夜漬けだ！そうそうよ。海外決まってたよ。全部見よう。いや、そんな情報はね、そんなことになるとまで思ってなかったから、俺も。チラッと見んのかな、ぐらいだから。俺もその、なんていうの、いわゆる向こうで行って、まあなんかこのバスこれ乗りたいですとかこれ欲しいですとかいう英語は喋れるけど、ぶっちゃけそのご飯を外国の人と一緒に喋ながら食べながら喋ったことないからさ、怖いよ。まあけどさ、大和隣に過ぎてね、おそらく、まあ通訳かぶっちゃけ、あ、彼はこう言ってますよ、大和は。いや、そうやる必要はあるのかな。いや、そうすればさ、いや、まあそうだよね、でも、うん、それで喋れればいい。うわ、熱い。お前マジで頼むぞ。いや、頑張るよ。いやー、いいわー、英語できる友達持つと一夜漬けいらんもんね。まずはさ、ローラさんの子分になるところからじゃん。いや、そうね、ローラさんに強くしてもらえばいいもん、ね、多分ペラペラやん、ローラさん。確かにローラさん、ちょっと僕たち全然喋れないんで、つってっていいですかみたいな感じで言えばさ、オッケーみたいな言ってくれるかも。いや、でもローラさんもさ、その武器オッケーだけだった場合、まずは。喋れそうだよね。その海外の人に喋られた時に全部オッケーで感じて、絶望に陥るから俺らも。ディナーやばいね。お酒とか飲んだり。そうそうそう。うわ、もう、うわ、いいな。いやー、もう、お酒の勢いかな。勢いでも出ないからね。お酒の勢い、その言語が溜まってないから。お酒の勢いアイラブユーしか出てこない。すごいアイラブユーって叫んでるから連発するから。カオスな空間になるだけだから、それは。1個最難関がありまして、ショーに行く前にヘアメイクしてレベルサーチにあの衣装着させてもらっていくんだけど、切り抜きとかで回ってきたことあるから見たことある人多いと思うんだけど、あの車から降りた時にバタンキャーみたいな、あるじゃん。あの菅田将暉さんがさ、小松菜奈さんのことリードしてた映像とか、うん、やっぱそのジェニーが出てきてとかあったじゃん、うん、あれって LA の人たちがバーッと見に来てる、うん、日本人。そう、これ問題なのが、これヤマトエンドヒューガーは日本では爆裂な人気を博しているが、これ LA でのファンがゼロ人だった場合、めちゃめちゃかっこいいまま滑るって。この状況は余裕であり得ることだから。例えばだから、その井上大和とか修造とかはやっぱ海外でも人気だから、うん、海外に行った時でもキャーってなるじゃん、うん、すごいね。それが俺らは、まあ、おそらくないと。音抜きされちゃうってこと。音抜きされちゃう。ほぼ100でないだろう。で、厳しいんだって。そういう人たちって本当に興味ない人の時は全く歓声上げないんだって。だからシーンとしちゃった場合はやばいから、その修造が言うには、なんかもうパフォーマンスとか考えておいた方がいいっすよ、でもうバンって降りてみたいにやれば、あ、トーチとクロちゃんみたいな、そうだね、やればワンチャン湧いてくれるかもしんないから、うん、それやって湧かなかった時が俺とヒューは爆死確定なんだけど。いや、まあだからその湧かなかった瞬間スタッフのふりしよう。違いましたみたいな。なんかもうニンニンとかやれば、ジャパニーズっぽい感じで、命とかやればいいね、ゴルゴさんのギャグで。届いてないんじゃないの。出てった瞬間命みたいな。世代的にそこがね、俺的にはちょっと本当に一番怖いとこなんだけど、我々は待ってればいいわけですよね。そうだね。でもまあ俺らも2人動画撮ってくるから、3人は3人でちょっと1本あお願いしたいなっていうところで、手押し相撲ぐらいの感じのね。いや、ちょっとこれは本当にある意味 YouTuber 背負っていくわけですから、うん、本当に本も背負ってるから、本当に変な醸し方はできないんですよ。そう、まあ、コムドットも背負ってますし、ビシッと決めに行きましょうか。で、まあちょっとあの LA であの日程調整とかあって1日まるまるオフみたいな日があるんで、そこはちょっとヒューガーと普通に買い物とか、なんか楽しみ様子とかもこの動画に収めてこれたらなと思います。ヒューガーがイミグレ突破できなくても僕はショーに行くんで、僕がイミグレ引っかかったら一人でもショー行ってください。もちろんだよ。はい、なんとか動画は最後まで撮り切りたいなと思いますので、ぜひぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。さあ早速やっていきましょう。はい、ということで成田空港着きました。乾杯。おつ、あんまりな、久々に牛乳飲んだな。今回ですね、ベルサーチスからビジネスクラスって着ていいよということで、今
ラウンジに来ているのでご飯いただきたいと思います。カレーとかサラダ取ってきました。いただきます。福神漬けもりもりタイプです。さっきさ、ユータたちから電話来たやん、うん、今日楽しそうだったね、うん、羨ましい。あいつはどう思ってんだ。いやもう仕事でアメリカ行けるって結構かっこいいよ。イキリからしたい。そうか、今回イキリペアとイキってないトリオなのか。ユーマイキってる。あーユーマってこっち側なんだ、うん、けどイキリよりもオフ欲しいのは強いからあいつ。なるほどね。こっから成田を飛び立って10時間ぐらいかけて LA に行くと、でそこで待ってるのが、まあ、イミグレーション。カミムさんじゃなくて。あ、カミムさんも待ってるけど、カミムさんも待ってるんだけど、うん、ヒューガ の一番の壁が待ってるから。いや、ヤンが通れてないっていうのが怖いね。マーフィー、花ちゃんとの動画をチェックしてたのよ、うん、結構マジで英語聞き取れるようになってたから最後の方。イミグレはちゃんとしてくれれば、向こうが優しさを持ってる人だったら、まあ、聞き取れるかなみたいな。前の LA 怖かったっけ。いや、めっちゃ優しかった。携帯で日本語にしてくれた。そんなんめちゃめちゃ優しい。優しすぎる。一個ヒューが確実に突破できる方法があって、俺らが結婚してれば一緒にいていいらしいの。えヒューがどうしよう無理ってなったら、あのハズバンド、ハズバンドって言って俺のこと呼んでくれればなんとかできる。そうなん。そうするわ。じゃあでもそれは本当最終手段だから、俺もそんな嫌だし。そんなわけないってなんない。アメリカってやっぱそう多様性の国だから持ってないわけよ、宝石あれとか。あ、だからそういうのも認めてくれるから。見ずに。うん、ワンチャンそれで俺のことを呼んでくれればなんとかできる。フレンドだったら無理っぽい。ハズバンドって巻き込む名前みたいにしたらやばい。そうだね。旦那さんみたいな感じで言うとあれだからかな。この前ハズバンドとか言えばで俺が登場してあとはなんとかする。でもこれさ、ヒューがユーマペアとかで行ってみ。あ、ユーマだったらいけちゃうから。だからヒューがアムギリペアとかだったらやばくない。やばい、地獄。普通断る俺。あっちゃんとヒューガってマジでどっちが勉強できないんだろう。いや、まあ勉強俺じゃない。てかヒューガさ、世間からアホなイメージないんじゃない。意外と。まあ喋れるからね、普通。あっちゃん喋れないみたいな。なんていうの、その喋れない。喋れない。日本に住んでる上では俺の方が頭いいんじゃない。それを踏まえてユータは。ユータは学力が低い。頭いい。どういうこと。その頭切れるとかそういうこと。頭切れてるけど学力がいい。でもコムドットだとさ、あれだけどさ、木内、カゼ、カナタとピーとかさ、そこら辺入れたらさ、ワンジャンヒューがビリ返すよ。なっちゃんマジバカなのね。コムドット以外の5人の方は頭いい人はいないから、うん、まあ、こっから僕たち10時間ぐらいかけて LA に行くんですけど、まあ中のちょっと回せるとして、やっぱ仲間たちに根性の別れ電話でもしましょう。いや今多分滑ってんじゃん。あ、どういうこと。もしもし。あ、もし。はい、もうそろそろ飛び立つよ。あ、本当。うん、頑張っちゃってよ、イミグレ。ありがとう。はい、さすがにさ、動画撮ってんの。あ、撮ってないよ。今まだ撮ってない。食べ終わったら撮る。え、誰がいるの今。え、今ね、ユーマとリフト乗ってる。あ、リフト中だった。あ、で、あとボンがなんかスノーレスキューみたいなのに連れてかれた。え、どうした、どうした、どうした。いや、全然元気なんだけど、うん、あのピッカー飛んでちょっとしたコケ着地みたいなのしてたのよ、ボン。うんうん、全然大丈夫だなと思って見てたら、あ、やばい、肩外れたみたいなずっと言ってて。なるほどね。で、肩痛い、肩痛いみたいなので、手のひらも動くんだけど、じゃあ念のため病院行くわ、俺って言ってた。やば。うん、ヤマトはイミグレ緊張してないの。俺は緊張してないです。 100% 通れるもん。これはちょっと気持ちの差大きいね、ヒューが一緒にいて。俺、喋れてないもん、ほぼ。イミグレ通れなくて帰ったらスノボするって言ってるから。そんな4日間で。うん。じゃあな。じゃあちょっと行ってくるわ。頑張れよ。はい、じゃあ、サンキュー。はい。お疲れ。あ、じゃあ。やっぱプライベートに言うたって明るいっしょ、ちょっと。うん。全然違うね。ちょっと明るい。ちょっと明るい。まあ、ヤマトがいたからちょっと暗かった。なんで。いや、ヤマト、じいじいする。まあ、俺、ハズバンドやんないよ。普通に俺、帰れない気がするんだよね、一回捕まったら。喋れないから。ヤマトも大丈夫。本当に大丈夫。練習もしたし、うん、まあ会えるだと思ってるよ、俺も。じゃあ最後一回練習しとく。Hello、うん、Hello Where are you from? Japan. What is your name? My name is Watami Hyuga. What is the purpose of this travel? Sightseeing. Sightseeing? How long will you stay in LA? 3 days. 3 days? Okay. Where will you stay? Hotel. Oh. What is your occupation?What is your job? Huh? Job. Mm.
クリエイター。あ、クリエイター？うん。ビデオクリエイター？うん。OK。Go ahead。ごめんなさい。お、余裕よ、余裕。この調子でいければ余裕ですよ。まあ、そろそろ飛行機の時間も迫ってきてるということで、行きますか。うん、行こう。まあ、飛行機の時間とかもちょっと回せれば、うん、で飛行機乗り込んでいきたいと思います。はい、ということで飛行機乗り込みました。今回、ベルサーチさんがね、ビジネスクラスを用意してくださったということで、最高の席があると。これまたあるわ。やばいね。俺こうやってやってる。デブゲーマー。デブゲーマーの席のやつある。やばいよ、マジで。こんな、めちゃめちゃ広い。まあ、これでね、まあ、今から LA の方に、まあ、約10時間ぐらいかけて向かっていくんですけど、出発前なんでメンバーに連絡します。はいはい、はい、もしもし、お疲れ。おー、飛行機乗ってる。うわー、すげー。行ってくるわ。じゃあね、頑張れ。日本頼んだ。バイチャー。いやー、初めてやからね。いや、海外やばいね。大人数で海外行ったからね。大体国内や。おい、やばい、もう向かうっぽいですよ、渡辺さん。渡辺さんの旅のお供は何ですか？カントリーマーム。カントリーマーム。インフォーマー。インフォーマー。僕の一応旅のお供言っていいですか？興味ある？いや、なさそうだよね。とか充電器ばっかりで。いや、長いなと思って俺の充電器。聞けよ一回俺の。何？俺ね、千尋さん。ああ、かすみさんのやつ。そう。誰に電話してんの？え、母親。電話してって言ってたから。もしもー。はい。もしもし、もしもし、もしもし。聞こえるよ。今聞こえる？聞こえるよ。はい。Yes, my name is Shami. I'm visiting your trip today. After the takeoff, you're having a glass of apple juice. Is that right? Apple juice. Apple juice. You can take a look at the menu here as well and let me know what you'd like to have after the dinner later. めっちゃ困っちゃってる。So this is the Japanese selection. Japanese. You want the Japanese selection? 大丈夫かな、イニグラ。あ、待って待って、やばい。今日はあれ、ユミのお母さん。へい、あっちでマナミと飯食うよ。はい、あかしまい。いけないよ、イーちゃんは。じゃあね、バイバイ。行ってきます。モコモコ地下で電波あるよ。モコモコいんのやばすぎるな。ちょっとモコモコいんのやべえだな。なんかモコモコいたわ。ちゃんと僕注文できましたよ。え、何が？アップルジュースの場所。違うよ、ジャパニーズメニューって言ってただけだろ。え、ジャパニーズコースって言ったの。あ、ほんと？これだろ、絶対。これだ。ラーメン。ラーメン。え、ラーメン頼んだ。いや、ヒューガ、これ別に頼めんだよ、これ単品で。あ、俺何頼んだ？え、ジャパニーズフード。何来るか楽しみ。何でもいいから日本食も食う。笑顔で OK してたけど、コースみたいな感じじゃないから。あ、そうなんだ。単品メニュー。いつ前コースだったやん。やばそうだ、ね、だからそのままそうかなと思って。じゃ、紹介してくれたんで、ここにジャパニーズフードあるよ。あ、そういうこと。いや、これがジャパニーズコースですから、あなたに合うんじゃないですかみたいな感じだと思って。ジャパニーズ。じゃあまた、またなんか途中で上に飛び立ったら回します。じゃあ行ってきます。ということで、出発から2時間ぐらい経ったんですけど、ご飯食べました。で、あと8時間ぐらいかな、かかるんで、もうちょっと起きたら寝ないといけないと。こっちの6時半に出て、あっちの11時に着く。今日という日を2回過ごすわけですね。はい。なんで時差ボケとかもあるんで、ちょっとうまく寝なきゃいけないと。で、渡辺くんなんですけど、渡辺くんは、なんで？何してる？ドラマ見てる。え、寝た？1時間ぐらい。もうそろそろ寝ないとな。え、まだ7時間半かかる。ほんと？あと2時間半くらい。なんで？え、以上。綺麗よ。ヒロカの基本的に密着動画好みではないらしいので、僕がせっかくなのでちょっとご飯をレビューしたいと思います。
そう。すみません、暗いんですけど。こんな感じですか。行きます。うまくね。機内食ってあんまり美味しいものを提供するの絶対難しいはずじゃないですか。マジでうまい。また何かあったらカメラ回します。はい、ということでアメリカ着弾しました。10時間の長旅が終わりましたけれども、東京を3月9日の6時半に出て、今 LA は3月9日の11時半、昼のね、もう戻ってきたみたいな感じで、僕からイミグレを突破すれば LA。 晴れて LA ですよ。晴れてる。ちょっとじゃあ最後イミグレの練習しないか。あ、そこでマスク。Are you gorilla? Not gorilla. What is your name? My name is Hugo. Where are you from? Japan. Japan. Okay. Now, what is the purpose of this travel? Sightseeing. Sightseeing. How long will you stay here? 3 days. 3 days. Okay. Where will you stay? This hotel. Okay. Are you gorilla? No gorilla. No gorilla. Okay. Go ahead. Thank you. 絶対行け。高いよ。この後、イミグレ通ったらそのまま俺ら勝負を倒す、これ絶対通んなきゃいけないんで、通れなかったら一人が勝利。それマジでやばい。じゃあ向かっていきたいと思います。ヒューガが映るのがもしかしたら最後になるかもしれないので、はい、バイバイ。じゃあ次は二人の画角で会えるように頑張っていきます。はい、ということで僕はね、無事突破できたんですけれども、今回そんな厳しい感じの方ではなかったので、いける？来た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 、一言も喋ってない。やばいやばい、これはあんなに練習したのに。なんなら残念。俺めちゃめちゃサイトシーン用意してたのに。え、何も聞けなかった。ハローって言って入ったら、ハローって言われて、パスワード出したら、ピクチャーって言われたから、あ、オッケーオッケーって言って、こうやってやって、こうやってやったら、そのままずっと黙ってパソコンいじってて、オッケーって言われて、オッケーって言って、いや、ありえなすぎだろ。OK って聞いたら OK って。え、やばくね。俺結構聞かれたもん、普通に。確かに喋ってたよね。だから俺も結構だるめやなって言って。いや、でも How many days と、Where will you go って言われた。いや、普通にビバリーヒルズって言った。俺ゼロや。やばいね。早すぎたって。いや、早すぎた。しかもヒューが喋ってる素振りが見えなかった。喋ってないもん、一言も。声出してハローしか。やばい。ハローと OK しか言ってない。聞いたもん、通っていいか。OK って OK。じゃあ、OK なわけないもん。もう一回深くうなずいて OK って言って。やばい。いや、よかったよかった、ま、とりあえずよかったよ。やったー、これで俺 LA に入れた。よかった、マジで。あ、乙女だ、乙女だ。えい、べっちゃん、これで無事に3人で LA 行きました。イミグレ行きました。俺、イミグレで一言も喋ってない。いや、マジとりあえずよかったわ。やばいよ、俺いや、えぐかったもん、スピード。マーフィー花ちゃんに頭わかんねえよ、俺。俺これのためになんなら練習したんだ。いや、でもやっぱ今日ディナーとかあるから。確かに。いやー、でもこれ渡辺さんの荷物ない事件が来たんだよ。あただちっちゃい荷物。まずいわ。え、何？アメリカに来てる人の荷物の中で一番ちっちゃいもん、多分これ俺の。いや、ちっちゃすぎる。ほぼミニハンバーガーみたいだ。やばい。 LA、 前回の LA1 週間もこれできました、ということでここからは一旦ヘアメイクして、その後もうベルサーチェのショーに行きます。うん。で、その後、ディナーがある。はい。まあ、もう今日で全部仕事終わる。まあその辺に対しての緊張は特にない。本当に？やっぱイミグレに対してやっぱ気張りすぎた分。違う、俺はやっぱ逆に緊張あるよ。あ、なるほどね。やっぱ2人分喋んないといけない。確かに確かに。そこはもう俺を連れてきたヤマトと、判断した人が海外のディナーに俺を呼ぶっていうのは結構気合入ってる。いや、まあでもテンションで乗り切ろう。キャスティングとしてマジ気合入ってる。本当に。
まあそうだね、うん、でも友達できるかもしんないけどさ、そうだよ、だって日本じゃあ俺らがさ5人コムドットで行ってさ、うん、日本語喋れない海外のさモデルみたいな人はさ一緒にご飯食べるってなったら俺らめちゃめちゃ歩み寄る。そうや、優しくするよ絶対。だから歩み寄ってこないやつに普通に俺逆に切れる普通に。何なんだこいつ喋れねえのかみたいにしてきたら俺マジイライラする。いやまあでもそうだよね、普通に俺らだったら優しくするというかさ歩み寄る、まあ、人のとの、 あの気持ちみたいにつながるなって普通にイライラした顔する負けてたまるかみたいな。いや頑張ろう、頑張って、その、うん、花ちゃんと練習したことは出してこう。だけど花ちゃんと喋れれば喋れるってことだもんね。まあそうだね、けど話しかけれない、単語知ってるだけで動詞が分かんない。だから言うと話しかけれない、言ってたんだよね。まあそこら辺もこの旅で改善していくということで、まあじゃあまた何か進展ありそうだったら回していきたいと思います。行っていきまーす。はい、ということで LA 着きました。最高、通れたぜ、花ちゃん。それ回してみる。嘘、あ、取ったか。え、いつも取って、俺ずっと回してた。あ、回してたの。俺はずっと回してた。あれ、回してたんだ。うん、今回泊まるホテルの近く来たんで、まあちょっと散歩サバサバ買っちゃいましたね。根本にじゃんけん買って怒ってもらいました。いや、びっくりしたよ、ヒューが。急なじゃんけんだったからさ。いや、びっくりしてグーだったよ、お前。びっくりしてグー出しちゃいましたけど。やっぱいいな、最高やん。やばいね。どうどうどう。いや、めちゃめちゃいいね。気持ちくない？いや、最高でしょ。いやー、これはやばいでしょ。やばいよ。やっぱ仮想現実やな。違う違う違う。お前深い思考。仮想現実を常に疑ってるけど。あのビルを建てられるのは多分人間の仕業じゃない。仕業だよ。うわ、向こうとか映してるよ。やばっ！やばいやばい、マジやばい。最高すぎる。あー、ごめんね、ヤマトファン。さ、俺のファンがちょっとなんかその面倒くさいこと言ってくるみたいな感じやね。ヤマト君映ってなくて悲しいってプレミア配信で来ちゃってたの。言ってない、そんなこと言わないよ。俺のファン、ヤマトのファンの皆さん本当にすみませんでした。やめて。俺のファン面倒くさいって。俺冷静に考えてさ、うん、仕事できてんのやばくない？えぐい、やばい、信号切り。まだ青、まだ青。まだ青。いやー、ヤマトファン、まだ青でした。気にしないから。うわー、今日ショー行くのか俺ら。いやそうよ、やっていきましょうだよ。お、え、お前飛び込むなよ、おい。お前服ないだろ、そんな。こっからショーだからやめて。うわー、あ、ごめんごめん、ヒューガファン。いや、いない、いるよファン。やめん。いやマジか。冷た水。やっぱ LA のこの気候最高にいいよ。もう僕怖いもんないですよ、イミグレも突破して。確かに高いアクセサリーもつけてきてないし。だからなんか襲われるみたいなのもないけど。ないないない、襲われるとしたらどっちかというとヤマト。いやでもここ僕たちが泊まるのがあのビバリーヒルズっていう場所で、結構そのなんていうの、治安いいんだ。治安が割となんかお金持ちの人たちが泊まるようなところ。だからそのパクったりされないわけだ。されないと思う。アメリカについて電波とかつなぐじゃないですか、うん、そしたらあのコムドットのグループに行く前に行ってきますみたいなの送ってて、行ってらっしゃいみたいなのが来てて、それに追加でメッセージ来てて、俺ら以外の3人が今回スノボ企画を取りに行ったと。でそこでまさかうちの大マネージャー三本松が派手めな骨折をするっていう。肩を久々に見てあれつけてる人。その写真が一応送られてきて、まあこちらなんですけど、ゆうたが悪い顔で撮ったね。うん、まあこれはあの顔になっちゃうね。いや面白いね、この年になってやっぱ友達がその死ぬほどの怪我じゃなければ面白い。いやまあ俺とヒューガもショットで笑ったもん、ね。いやまあショットで笑った。ボンが肩骨折したらしいみたいなライン入った瞬間笑ったから、ね。ショットだったね。なかなか心配する年頃でもないです。いや心配はむずいね。ねね。いやまあむずい。無理なんで。でもその場にいてボンがこけてやばいってなったらなんのかもしれないけど。だからボンがやばい、肩やばいかもしれないって言って俺多分笑い止まんないけどね、俺実際。いやまあこの写真がな、まあ、ゆうたも笑ってるからちょっとより面白いみたいな感じなんだけどね多分。いやもう行かなきゃよ。まあそうね、でも俺らこっからショー行くっていうのがちょっと想像つかないけど。うん、まあどっちかというとヤマトの方が喋んなきゃいけないとかで気張ってるかもしれないけど、まあヒューガはもう見に行くだけっていうか、俺はもうちょっと身構えようがないっていうか、何のバスケもしたことない状態でバスケ試合出るみたいな。ああなるほどね。ヒューガここで動いてとか言わなきゃいけない。
いやまあそこがねちょっとあれだけど、まあでも俺頑張って喋りいくからついてきてね。はい、じゃあついてこなかったら俺迷っちゃうから。まあそうだよ、ついていかざるを得ない。まあこっからホテル入ってね、ヘアメイクとかしていきたいと思います。僕たちが LA を申しますっていただくホテル、ホテルは何英語でホテイズ。いや、ホテルです。お、すごいフェニッシャーですからね。あ、おいしいだ。あ、鈴木、うん、あ、うわやばいじゃん。おー、置いてある、やばうわベッド、しかも見て景色めっちゃいい。ガチか、緑、え、やばくないこれ、ほらやっぱすごい。ちょちょ、キュー、ヤマト鈴木、どんなスポーツ、すごいね、こう風呂ね。ここ入っていい？入っていいっしょ。え、ちょっと待って。どうした？ Oh my god。どうした？ノーモーシュメント。字確定。綺麗字確定。まあ。風呂やばい。うん。まあ夜はここでパーティーと。うん。ここでお前とパーティーしてもしょうもないわ。ユナさん。ヤマトはここに残るのか。うん。で、ミスター渡辺が。And then Wi-Fi, just log on to Peninsula, and then there's no password. Okay. Thank you very much. Thank you. Wi-Fi. Oh, yeah. すごいよ、ヒューゴ。実力者だから俺普通に。ここに来てヒューゴが実力をつけてきたよ。Is this your first time to the hotel? Yes. So we have two restrooms on property. We have one on the fifth floor, it's the rooftop, roof garden, and then we have another one on the first floor as well, the Belvedere. And then we have a fitness center that's open 24 hours on the fifth floor, and we also have a spa, pool and jacuzzi that are on the fifth floor as well. Mm-hmm. Perfect.一個でも買った。だからレストランとかお前スパとかお前ところにあるから、上にいろいろあったりしても楽しんじゃってパーティーしてみたいなもんでしょ。最後以外正解。ヒューガンチ結構遠いかも。ヒューガンチっていうのお前。ヒューガンチマジ遠い。俺んちではないわ別に。マイハウス。オッケーでしょ。ヒューガン初の英語でジョークをかますという。できる。お荷物。荷物ね。おお。これ嘘じゃないよっていうね。ベルサーチ。ベルサーチ。これ多分ヒューガのディナー用と多分ショー用でどっちもちゃんと。最初の機能どっち？ベルサーチですよ。来ましたよ。HW って書いてある。いや HW でいいよ。おじさんの H の言い方しなくていいよ。HW で。HW でって書いてあります。え、どうする？部屋一緒にする？どういうこと？だってヒューガ一人嫌だろ。いや別に。わかんなくね。え、何か。あれだったら別に俺こっち来てる。え、じゃどういうこと。何。嫌だ普通に。何かわかんない。修学旅行的な感じ。いやわかるよ俺。嫌だから。で狭いよ二人で見よ。いやだから、まあ、じゃんけんでどっちかこっち。じゃあ面白いここにやる。なんでだからそれはヒューガがその英語とかわかんなくて厳しいんだったら俺が来るからヒューガこっちや。それは海外の人が近くにいたら俺も厳しいよ英語。え、でもだって頼めないルームサービスとか。でその都度聞くって電話してよ。俺に。いや、教えない。だろ同じ部屋か。私は無理くり頼む。全部頼んだりする。飛行機の二度目になる。オールダリング、オールで。そうですね、やってる。24時間頼む映像、オールで。そしたら何とかいけるだろう。まあ全部来るだろうね。食べたいものが食べれればいいから。ここは部屋飯して、衣装着て、準備なんで。うん、まあとりあえずじゃあ僕たち着替えた時またカメラ回しますか。はい。まあ部屋紹介こんな感じでした。でした。はい。ということで、ヒューガン回しますよ。あ、おはようございます。ということで、ヘアメイクが終わったんで、はい、今ね、ショーの会場に向かっていると。向かってるよ。今回なんですけれども、うん、僕たちには、カミングさんがついてくれた。カミングさんが来てくれた。カミングさんが降臨してくれてるおかげで、俺らが今ショーに行けてる。そうです。ということで、お願いします、カミングさん。はい、頑張ります。カミングさんは、クラシナさんの先輩にあたる方で。クラシナさんって誰ですか？クラシナさんが今日本で泣いたと。クラッシーさんね。クラッシーさんって呼ばないで、そのカミムさんはカミムさんでいいんだけど、クラシナさんはクラシナさんっていう、あるかな。あ、そうなの。いや、ゴータがさ、クラッシーさんって呼んでたから。言うな、それ。じゃあ、だからそういう、あれかと思う。全然クラッシーじゃないけどね。クラッシーってだってクラス感ならクラッシーでしょ。クラス感ゼロじゃんね。クラス感。英語クラス感。そんなクラシナさんのこと大好き。もう3分とかつくんじゃない。
もうですよ。俺まだ全然イメージ湧いてないからね。いや、どんな感じかってちょっと想像つかないとこあるから、ね、全然つかない。あのいわゆる TikTok とかで回ってくるようなのは井上とかがね、そうだね、出てくるやつだよね。ちょっとあの車から降りた瞬間にキヤーってなってちょっとサインしに行くみたいな、あるやん。今回の主役は俺らだね。あ、俺ら。やっぱそのなんていうの、どういう人がそのショーを見に来るかっていうのがやっぱ醍醐味だから。あ、そうなんだ。そうだよ。ショーの人たちよりも注目がいろんなとこ違うところにも行ってんだよ。もちろん。誰がこのベルサーチェのショーに来るんだっていうのをみんな見に来てるから。うん。ヤマト的には結構すごいんだ。すっごいでしょう。今回日本からの参加は4名ということで。ああ。ローラさん。うん。中里依紗さん。うん。コムドット。うん。ヤマトヒューカ。はい。以上です。すごい。これ半端ないね。すごい響きで、ね、男性が俺らだけだよねっていう。それやばいね。仲間欲しかったね。いやでもヒューがベルサーチェのイメージすごい強いから、ね、まあ好きだからね普通にね。うん、すごくない？好きな、確かに確かに好きなブランドのショーを見に行けるってえぐいことだし、しかも海外までね。日本でいう今日じゃあ代々木公園国立競技場で TGC やりますみたいな盛り上がりを見せてるぞと今この街は。それ以上じゃない。だってあれは日本の人が注目してるけど、このショーは世界の人が注目しちゃってるから。ああ、なんか WBC みたいなこと。いやもうほんとそうだ。ヒューガからしたらまだイメージついてないってことでしょ。全くついてない。でもさっきちょっとインスタライブで、うん、LA のベルサーチェのショー行くから援軍を頼むと。なあ、ファンの人近くいたら見に来てねみたいな、うん、コムレンジャー LA 支部には一応そういう呼びかけをしたんだけど。何人いるんだろうコムレンジャー LA 支部。10人はいるでしょ。はい、ゴーゴーゴーってなってる。おおお、もうつくんじゃないですか、和田さん。これけどこれ規制してるから暴れちゃうね。ファンの人が入ってこない。どんな人が入ってこない。なさそうだね。人少ないかな。なんかけどあのポール立てて警備してたから入れないよ。入れないのかもね。普通にやっぱりこれなんか、ね、じゃあ明日かの感じになってんじゃん今日。自走で来るなって言われたから。あー、ウーバーとかも入れないって。あ、じゃあ結構、うん、押してよかな。でもこのサインボードがないとこのエリアに入れない。そもそもじゃあこれ結構大事なんですよ。 Thank you so much! Thank you! よし、着きました。ということで会場に着きました。よし、向かっていきましょう。 Thank you! Yep! Tokyo?Yes, Tokyo. Tokyo. Yeah. Tokyo. 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 Wow. 並んでいく的な。撮ってる人みんなかっこいい。確かに。撮ってる人までかっこいい顔。やばい。撮ってる人スウェットみたいな感じで。いやー。これね。あ、レッドカーペット。あ、今日アンハサウェイとかいるし、やばな。アンハサウェイって男性女性？アンハサウェイは女性で、性プラダを着た。あー、行ってるね、たまに。マイインターとかもそうだよ。すごい、なんか来てる、すごいとこ来てるっぽいよ。もう映ってる後ろが。日本人いないよ。やばいよ。誰が有名か分かんないもんね、ほんとそうなんだよね、ほんとにそう。多分、プラッとすれ違ってるんだよね。可愛い女の人めちゃめちゃいるわけやん。その話しかけたらさ、銃でバキューみたいなのもあるだろ。いや、何やろ。ここでそれされたら結構エグいだろ、事件だろ。やばいとこ来ちゃったね。あ、レスリーキーさん。はじめまして。はじめまして。はじめまして。コムドットっていう YouTuber で。知ってますよ。あ、ありがとうございます。こんな感じでレスリーキーさんに撮ってもらうことになる。すごいカメラマン。世界的カメラマンでしょ。すげえ。すげえ。お気に入りして。ナイス。あ、来て。よ。イエーイ。オーライ。あとでまた撮ります。あとね、向こう行って、すごい綺麗よ、景色。お会いできて光栄な。こういうことだ。すごい嬉しいです。いやでもね、みんなの活動、ずっと見ててるから、ファッションシティどうやって撮りたいと思います。ぜひお願いします。いや、もちろん、これご縁で。ありがとうございます。よろしくお願いします。やばすぎ。レスリーキーだぞ。俺全部出すよ。
知ってる。レスリー・キーなんだ。会えたことが奇跡だわ。この太い俺でも知ってる。やばいよ。本当にでかいな、みんな。女性より小さいもんだ、俺ら。驚く。だってめっちゃ感じる。いや、だってヤンとかよりでかい。ヤンぐらいの女性がたくさんいらっしゃいます。すいません、すごいよ、それ。おっぱい出てる人いっぱい。坊主の人か。坊主、坊主の人はもうフランチクルイメージですよ。え、女の人、女の人、女の人。いや、なんか当たり前みたいな。乳首は当たり前なんですよ。その上で何出せるかみたいなところだから。乳首は当然みたいな。やばそうな。あれ、パリスヒルトンじゃね。パリスヒルトンじゃね。ほら、パリスヒルトン、パリスヒルトンだよ。え、うまプラダの人。いや、違うね。飛び級にスターでしょ。いや、攻めれないよ。俺らの後ろにパリスヒルトンがいたぞ、今。やばいよ。えぐい、えぐいダウン来てる、えぐいダウン来てる。エグいダウン着てる人いる。エグいよね。なんかさ、え、何がさ正解なの今これら。やっぱね、日本の美徳である謙虚さっていうのを今見せつけてる、世界に。見せつけてるよね。世界に完全に見せつけてる、ね。どうぞだもんね。そう、なんかね、その流れが分かんないんだよ。一応パリス・ヒルトンに抜かされたっていう思い出は一個できました。別軸で並んでたからね。うん、なんかパリス・ヒルトンだけなんかあのファストパスみたいな感じで前行きました。お疲れ様です。いいですか、タイムジャパンなんですけども、お二人のコメントをいただいてもよろしいでしょうか。戸川さんにお世話になってます。編集長、ありがとうございます。ハロー、ナイロンジャパン、コムドットのヤマトです。コムドットヒューガです。僕たちのファッションポイントということで、はい、僕はもうオールブラックで、まあ、中にこのベルサーチ特有のこのシャツを着させていただいて、まああのきっちり締める感じで足元結構大きい。あ、すいません、そうそう、いざけ。あ、そうそう、はい。そうですね、多いですね。あっちに来ていただいてもいいですか。見かかっちゃったから今の時。ハロー、ナイロンジャパン、コムドットヤマトです。コムドットヒューガです。よろしくお願いします。じゃあ、アン・ハサウェイ、アン・ハサウェイ、奥から来る、アン・ハサウェイが奥から来る、アン・ハサウェイが奥から来る、アン・ハサウェイが来ちゃったらもう帰れないな。アン・ハサウェイがもう来ちゃってるわ。アン・ハサウェイです。キラン入れといて、テロップ。このテロップ入れられんのさ、何、日本の YouTuber で俺らだけだから。待って、伝説のエルトン・ジョン来た。絶対入れないよ。エルトン・ジョン来た。絶対入れない。伝説のエルトン・ジョンとダナさんです。あー、アンハサウェイ、アンハサウェイ、アンハサウェイです。どうぞ。アンハサウェイさんです。キラン。キラン。いや、まあ、コテント、コテントが入れちゃう。やばすぎる、マジで。マジで、マジで、アン・ハサウェイも、イ・ビョンホンも、トップさんも、みんないる。目の前にいる。やばすぎた。マジでやばい。誰が映っても大丈夫っていうのは、あの、事前に許可いただいてまして。こっち側からね。そうそうそう。笑顔。はい、撮ってるよ。え、パリシュート先頭のパリシュート。マジで。なになパリ、なにパリ、なにパリ、あの、パリス・ヒルトンの写真だった。こんにちは。あ、おすみしゅう。ロキア、レディー。グレイ、サンキュー。マジ、超嬉しいね。超嬉しいね。やばい、便利でしょ。やばいよ。え、ちょっと。え、うちは4人で。OK です。OK、ありがとう。ありがとうございます。楽しいね。あ、ローラさん。名前、一回よ。あ、コムドットです。はじめまして、僕はいな。名前は覚えてくれてます。正直やった。
正直な人。いや言ったんだよ、あの時も絶対覚える気ない。正直な人。いや覚える気なかったんだもん、絶対。あったよ。ありました。覚えられなかった。名前、あのグループ名は覚えてくる。コムドット。今聞いてくれてる。覚えてくる。ありがとうございます。初めて。あ、こういうショーは初めて、海外で。楽しい。あの、まあ、ローラさんに会えたおかげで結構気楽になりました。あ、よかった。はい、おかげさまで。楽しもうね。ありがとうございます。はい、私もね、目標なんですけど、写真撮らせてください。はい、これコムドットの。こんにちは。いいの？出るんですか？いいよ、出るよ。今日はロサンゼルスでコムドットさんの2人に会いました。嬉しい。嬉しい。えぐい、えぐい、えぐい、ありがとうございます。えぐいっすよ、こんなの。来た意味が。革命起こったよね。そんなことないよ。じゃあ、みんなで一緒に楽しもうね。楽しましょう。ありがとうございます。一応いつもやってるのがあって、楽しめない可能性一切ないっていうのがあるんですけど、フローラさんが一緒に一切ないって言っていただければ。分かった。おお、いいんだ。今日のベルサーチのショー、楽しめない可能性、これ一切ない。おお。一発目ですごい綺麗に。大丈夫？最高でした。ありがとうございます。イエーイ、バイバイ。もうダメだ。ダメだ。ダメだ。状況整理するけど、すごい。パリス・ヒルトンと写真撮って、ローラさんが YouTube に出てくれてるから。パリス・ヒルトンさんも握手までしてくれて。意味わかんない。しかもそれレスリー・キーさんに写真撮ってもらってるから。えぐいね。すべてが。始まるね。次元違う。ということで、ここからベルサーチェのショーが始まると。マティス・ヤマト。モデルさんが見れるってことですね。やばいよ、一緒に。この景色ですよね。マジで普通に生きてたらありえないもん、ね、ありえない。これは向こうから歩いてくるのかな。じゃあ こう歩いてくるのかな。有名人多すぎてちょっと意味わかんない動画になりそうやな、これ。俺らは気づいてないけど映ってた人とかいるかも。あ、めちゃめちゃいると思うよ、多分。いやでもやっぱ本当にここで言うヒューガからの英語勉強しとけは結構重いんじゃないですか。いやマジで、あの今のうち英語勉強しとけ。本当に今からでもできるのかもしれないけど、俺と同い年の人とか見てても。だって今日ヘアメイクしてくれた人がいたんですけど、うん、その人は24歳から英語勉強し始めて今 LA 在住。すごいね。でヒューガもいけんよ。だからいけんだよねって思った。全体で撮るっぽいね。ちょっと上、怖い感じっぽい。とりあえず今ファッションショーが終わりまして、意味わかんない領域で、ちょっとやばいわ。こんだけの衣装があるのがすごいよ。まあ全員ベルサーチ着てるでしょ。すごい体験をさせてもらいましたね、これは。いやすごい。いや普通マジクソかっこよかったし、モデルの人たち全員。後ろにトップさんいるしね。トップさん後ろにトップさんがいるっていう状況。今全くなったわ。
側にあのウェイド選手がいらっしゃるんですけど、だから僕たちが一番見てたヒート時代のマイアミヒートのレブロン、なんか昔さ見てたさ芸人さんとかがさ密着しに行くみたいな感覚じゃない？確かに今行ける、今行け、今行け、確かに一滴急的なね。あ、ウチリキンさんいた。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しいわ。やばいね、久々に逆側に来たって。逆側だね、うん、やばい。いや、撮って撮ってって言ってくれることが多い。俺らも一回ぐらい言われたくね。うん。ウェイドいる。ウェイドとどうしても写真が撮りたいの。俺電話終わったら速攻お願いしに行こう。俺はウェイドに釘付け。めちゃめちゃ良かったです。良かったです。本当に。あ、ああ。やったー！それそれ。IT。We're not good. Thank you. We are Japanese YouTuber. We are watching you.Oh, okay. Back in the day when I could have, yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. これはやばい、もう一生会えない。やばい、もう本当に嬉しい。本当に嬉しいわ。これだけでもういいわ。これで全てに意味があるわ。ドメインフェイトだよ。ドメインフェイト、まだ余韻が来てるわ。余韻ウェイドってこと？余韻ウェイドだ、完全に。はい、ということでホテル帰ってきました。まあ、まずあのショーに行って、まあ、それは多分動画になってたと思うんですけど、その後ディナーに行って、ディナー行ったよ。まあ、いろいろな海外セレブの方々とご飯ご一緒させていただいたと、うん、共通言語が英語だから、うん、みんな英語か。あれめちゃめちゃ喋りかけられてた。そうだよ、俺だから英語できる顔だから。こいつの方ができるんじゃないかみたいな疑いをかけて俺に来るの、うん、分かんないから。そしたら山本に話しかけて、今どう喋ってきたの。なるほど。そうやって言ってたんですよ。やめて、なるほどっていうの。なるほど、ね、いつもなるほどっていう言う言うだ。でジャパンって言うと、ジャパン行ったことあるよみたいな、うん、みんな日本大好きでね。そうそうなんだよ、本当に。だから結構ね明るい感じだった、日本に対して。日本の素晴らしさを知ったディナーだったね、うん、そうか、ヒューガの方が多分知ってるこの海外セレブが少ないから凄さちょっと減ってるみたいな。いや、そうです。だから俺はウェイド、うん、ウェイドしか知らなかった。ドウェイン・ウェイドさん、ドウェイン・ウェイドしか知らなかったから。うん、え、パリス・ヒルトンはさすがにわかる。いや、わかんない。マジか。アン・ハサウェイは、アン・ハサウェイとか絶対映画で見たことあると思う。多分見たことあるんだけどみたいなやつだよね、うん、基本的に。ケンダルがやばいと思う今日。ケンダル、ケンダル、ケンダル、うん、歩いてた人ね。全然歩いてた、すごいすごい。最後と全員が来る最初、綺麗な人だった。めちゃめちゃレベチだからね。だってフォロワー 2.7 億人だからね。やばい、 2.7 億だからね。エルトン・ジョンとかも分かんないってことだよね。ちょっとね、伝説だけどね。勉強する、ね、でもまあそれは多分あの他のメンバーが言っても多分同じだと思う。ヤマトはやっぱね好きだからね、うん、そっちの。そう、なんか海外の方にが教えてくれたんだけど、うん、本当ベルサーチェが一番集まるんだって、セレブが。うんうんうん。でもパリス・ヒルトンとかがいるのがもうまさにそういうことで、パリとかミラノだとなかなかこういうキャスティングにはならないから、本当にすごいショーだよって教えてくれて、だからそこにいる君たちは本当にすごいんだよって言ってくれて。ああ、そうなの。そうやって喋ってた。そうそうそう、あのモデルとかじゃなくて、その現地でこういろいろやり取りしてる人が教えてくれた。へ、いや、ちょっと
とね、とんでもない経験させてもらいましたね。ですけどね、やっぱほんとディナー行ったわけやん、うん、でディナー行った時に、まあ女の子も男の子も同い年ちょい上ぐらい、まあ、バーって50人ぐらいだよね多分、うん、あの場に。そうだね。でみんなさ、かっこいいし綺麗なわけやん、うん、みんな共通言語英語、英語だね。だからみんな普通に喋るわけやん、うん、まあ、俺が日本でパーティー出てるみたいなもんじゃん。いやまあそうだね。でそれで横の女の子とかと男の子が話してたりするのを見て、うん、うわマジ羨ましいって思ったよ。マジで。だって全員同じホテルやん。そうだね。今日その50人ぐらい多分ほぼ、うん、はい、使えてみ。めっちゃ盛り上がんね。いや確かに。それで LINE 交換とかさ、うん、で英語で LINE 打ててみ。前面めっちゃできたぞ。確かにね。どの国行っても遊べるやん。いやでもこれ一個あって、俺はさ喋れるじゃん、うん、で今日思ったんだけど、うん、LINE とか交換しようとかしても隠れ彼氏みたいなやつがねちょいちょい出てくるんだよ。あ分かる分かる。みんなね今日目の前にいた方にも隠れ彼氏みたいな人いたのよ。出てきてた、出てきてたやん、へーみたいな、こう背中こうやってやって、あああれみたいな。それがいるんだよみんな基本。イベントを機に休み取ってきてるみたいな感じ。そう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 。だから友達と来てるとかがいて、うん、やっぱそういうことにはなんないよ。いやそんなこともないと思うけどね。え本当？その使えれば。だってそんな何十人もいて全員が彼氏連れてくるはず。いやなんかそのわかんないや。その声かけた人がさ後ろからさムキムキのマッチョ出てきた。怖い。嬉しいけどさ使えれば謝れんじゃん。え違うんだよ。使えなかった場合よ。あーまあまあまあ。英語で缶詰されてみ、ギリ使えるぐらいのさ実力でさナンパして。確かに。英語ででかい彼氏にゴリ詰めされたら俺もう終わりだもん。もうソーリーしか言えないけど、すごい綺麗で見ないと思ったらすごいナイスセンスだよとかさ、なんかあるわけ。なるほどね。ジョークとか。ジョークまで使えたら素晴らしくない？笑いに変える的な。そう。これはだからメンバーに謝んなきゃいけないことだけど、会話の中で東京行ったことあるって言って、東京どこ住んでんのって聞かれて渋谷って答えちゃった。お前生きてたね本当に。それ俺も聞いてたよ。で俺はその間の会話も知らないし、何してんのか知らないけど、なんでお前嘘ついてんのみたいな顔したら、いやこっちも伝わると思ったから。そうだ、あなるほどね。そこで西東京をレペゼンできなかったこと、吉祥寺の名前を出せなかったことに、いや今更恥じてますよ。うん、まあ、吉祥寺って言って伝わる日本にしていこうよ。うん、やっぱねちょっとまだ地元の俺を全国へをね背負いきれてなかったね。まあ全国だからね俺ら。うん、まあそうかそうか、世界になってきたら。そうかしょうがないよね、その通りやってるだけだから。そうだね、全国へはちゃんと発信してる。渋谷って言った時、おお渋谷ってなったよ、うん、なってた。だからまあ正解だったんだろうけど、渋谷でよかった、うん、結局、あーその渋谷とかって言っちゃうよ俺は。吉祥寺って言って、えって、あまあまあ渋谷とかって言った方が早いから、その一発目で言った方が、ね、はしょったね、早かったということでね、おやすみなさい。どこなんだよ切れ目、どこなんだよ切れ目。マジで怖いかなと思って。びっくりする視聴者の人が。湿っぽい感じだったから流れて、ま、ってやったことないんか YouTube。ちょうどシャン入りそうな感じだった。始めたてか、おやすみなさいみたいな。バカか、違った。それこそもう俺ら今時差ボケしちゃって、うん、してる。眠いね、劇的に眠いと。まあ本当ちょっとこの後どっか遊び行くかとか、なんかプラプラ散歩してるとこ撮るかみたいな話だったんですけど、もう本当に2人ともディナー中にもう目シパシパしちゃって、ルカーみたいになっちゃって、なってたね。これはもう今日は一旦帰って寝よっかってなったんで、まあ、この後はちょっと寝て、で明日買い物とかね。うん、もう眠いんでしょ。いやお前さ、何お前一人で女の子ナンパしに行こうとしてるんだよ。お前俺がいるとお前でさ、俺に通訳しなきゃいけなくて、お前英語二重で話さなきゃいけないから。そんなことない、そんなことない。お前俺を言ってさ、一人でクラブとか行ってさ、そんなことない。もうハメ外そうとしてんだべ。いや視聴者の皆さんこれマジですよ、多分。違うよ、うん、俺眠そうだったやん。演技だべ。じゃあバグだって俺が逆の立場だったら行くもん。あ俺喋れる立場だ。そうそう、お前の方だったら。じゃあ分かっていいよ、今同じ部屋で寝てやるよ。それはいい、それ全然いい。別に遊び行ってもいいし、行くんだろって、いや行くんだろって言われて、それで視聴者のみんなにそうなんだ大和くんってなんのもなんかやかましいから、俺でインストライブしとけいいよ。歌われない。ここで寝れば一発やろ。違うよ、そうヒューガだから、ヒューガ渡辺の部屋で寝るよ。いいよ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 、だから赤組の時同様寝るとこまでやるわ。じゃあいい、信じてるから大丈夫。俺がストーリーあげるから、お前が寝てるとこ、いや一緒に寝るってことじゃん。いやまあ最悪ね。そんな朝夜中まで動画撮るくらいだ。最悪だよ。まあでもあれよ、別に悪いことじゃないよ、クラブ行くのとか。悪いことじゃないよ、一人で行こうとしてんだろって。だからまあ行く場合は二人で行くわ。行く場合はね。で行った場合はその後日のあのコムドットのなんかのオープニングとかで話すわ。うん、隠して行きたいとかそこまでではないんで。いや本当は隠すけどね、こうやって言ってて俺ら。お前マジ言わないけど。それはどうしたい。いやだってさ、視聴者の人今見てさ、うん、まあ実際言いますとか言ってくる。言うわけない。バカか。言うか。いや言うかね。いや言うでしょクラブ。まあまあまあいいな、じゃん。俺は言ってないってことにするから。その場合
俺はマジで言ってないっていうことですね、一応。で、言わないのね。コムドットが彼女いないっていうのと一緒やな。あ、そう。全く一緒やな。その、二次被害生まないからね。いや、だったらさっきお前、クラブ行こうとしてるんちゃうんが、よくやったな。いや、疑わしい雰囲気。いやいやいや、出ちゃってないからね。それ言ったことによって今出ちゃってるから。なるほどね。おやすみなさい。バカか。どこなの切れ目。俺まだ笑ってたし。いやだから笑いシャンかなと。笑いシャンなんて見たことないやん。めちゃめちゃあるやん笑いシャン。一回もないよ。いやなんなら今のでシャン入れるよ全然。まあ笑ってますおやすみなさいで、お前ふざけんなよのとこでシャン入れれるよ全然。びっくりしちゃうやんって視聴者の人が。入れるよ。じゃあ一回さシャン入れてみようぜ。はいよ。どこで。じゃあ今から20秒以内にシャン入れようぜ。あ、オッケーオッケー、いいよ、はい。まあね、クラブ俺行ったとしても言わないよ、うん、しかも行ってないって嘘つくしね、本当にね、うん、ごめんね、視聴者の皆さん、本当それは入ったね。なめすぎだよ。お前喋れよ。あ、じゃあ俺は見ちゃってたんだ。見ちゃったから変なタイミングでシャン入ったけど、シャン入るタイミングって分かるよ、俺らも。あとかはシャンや。あ、そうだね。それじゃないシャンがあるやん。そのまだちょっと若干喋りそうな雰囲気なのにシャン入れるみたいな。ああ、ユーマにシャンみたいな。ああ、なるほど。あるやん。ユーマがめちゃめちゃなこと言ってカットになったついでにシャン入れられてるみたいな。そう、ダー喉目にシャン入ってるみたいなあるやん、普通に。あるある。真顔シャンみたいな。まああるね。あるのよ、いろんなタイプのシャン。でもだからこういう固定価格でそのシャンは見たことないよ。まあなかなかないから作り出そうよ。オッケーオッケー。じゃあ20秒以内。まあでも23時だからまだ、うん、散歩ぐらいはできるのかな。できるっちゃできる、本当は。眠いけど、うん、せっかく来てて明日雨だから、うん、今日の夜にちょっと LA の空気吸っとくみたいなのはある。雨は渋いからね完全に、うん、じゃあ散歩行くかって言うと散歩の価格ないとおかしくなるやん。バカなのマジで。頭固いね。いやもう本当頭固くない。だってじゃあ散歩行くかで、シャン散歩行きますみたいにして、おはようございますで、バーンとかがあるやん。ああ、そういうことか。お前、ほったらたまんない。あ、そういうことね。お前、取り込まれてるよ、流れというものに。なるほどね、散歩移せよっていう城的が入るのか。全然いける、全然いける。ああ、なるほど、ごめん。コメ的とかで何ならごまかせる。シャンの後におはようございますの、おはようございますのここに散歩してないんかいとかで全然いける。全然できる。ああ、それはちょっとヒューが頭柔らかいわ。うん、なんならここちょっと大きめに出すとか。ああ、なるほどね。コメ的小さすぎず、結構主張強めに出すみたいな。確かにこの間もやってたもんね。アムギリのカット雑すぎだろっていう。そう、あるの。あれだけで今十分。シャン、これいけた、いけた。全然で、もう全然朝完璧だわ。まあまた明日朝回しますか。そうか、お前そうやって硬いんだよ。お前締め方。じゃあ一応2パターン取っとけば使えるやん。使える素材を入れない。まあ今のは絶対入った。今のは絶対入った。I can even throw out on this table. あ、なるほどね。イングリッシュできないよってことだ。お疲れ様でした。